えー、お久しぶりです邦井です今日は重大なご報告と謝罪が何点かあり動画を回しておりますまず最初になんですが4月から全力満勤シーズン3を始めると言っておりましたが動画が上がってないですよねまだ2本ぐらいしか上げれてないのかな正直言うとシーズン3は5月に延期になりますほんまにすいません というのもですね、ちょっと本当にいに色々ありまして全力満喫シーズン32023年4月から始めると言っておりましたで、えー、新メンバーさん募集させていただいてでその新メンバーさんのオーディションをやってから新メンバーを決めて4月からやっていくよっていうことだったんですけども実はですね新メンバーオーディションやりますよって言った後にですねとある人物から連絡をいただきましてですね で、全力満金に入りたいと言われたんですね。で、も、まあ、僕らがずっと、実は口説いてた人でして、まあ一緒にメンバーとしてやっていきたいなと。で、そんな人から、まあ、たまたま、ちょうど会社辞めるタイミングで連絡いただきまして、で、ちょっと僕もどうしよっかなと思って、もう新メンバー集めるって言いましたし、えー、応募フォームとかも作って、実際にご応募いただきました。で、いろんな人からね、 え、熱い思いを伝えてもらって、やっていこうかってことでやったんですけども、ただまあ正直、僕がずっと口説いてた人に入ってほしいっていう思いがあったんですよね。高校の時からの友人なので、もう関係値もできてますし、やっぱり見ず知らずの人の人生の責任を負うっていうのは結構僕の中では重大な決断というか、そこが友達な分まだちょっとマシやったりもするんですよね。プレッシャー的には。ただもう、 来ちゃってるししどうしようよみたいなでずっとちょっと悩んじゃってなかなか連絡ができておりませんでしたえー、それに関してはちょっとほんまに応募していただいた人にはマジで申し訳ないと思ってますほんまにすいませんでしたで一応まあそのいろ,いろ考えたんですよまあそのことは言わずにもう出来レースでオーディションをやって で、そいつにそのオーディション来てもらって、で、そいつを受からして、新メンバーですってやることもできたんですが、ただそれだと、正直その、応募してきた人たちかわいそすぎる。その、まあ、応募した時のね、文章を作るのにも時間かかってますし、実際オーディションやるってなったら、まあ、そのオーディション会場に足も運ばないといけないし、そのオーディションのためにいろいろ準備してくる人も、 多分、いると思います。そんな人たちの、まあ、時間とか気持ちを無駄にしてしまうことはさすがにできないと思いまして、今回もちょっと正直に言わせていただこうかなということで、えー、ちょっと、新メンバーの募集を中止したいと思います。えー、大盛り時間かけていただいた方、本当に申し訳ありませんでした。 で、これは、えー、僕の独断でやってます。カツモンとか、タニロンも知らないです。なんで、この動画見て、びっくりしてると思います。新メンバーオーディションやらんのみたいな。ただ僕はどうしてもその、連絡をくれた人物に、入ってほしかったんです。ちょっと本当にこればっかり視聴者さん、本当に申し訳ないです。誰が入るのかとか、オーディションどんな感じになるんやろうってワクワクしてた方いると思います。マジで申し訳ないです。 ただちょっとここに関してはご理解いただけたらなと思ってます。で、一応、えー、その新メンバーが5月から参加してくれるということで、全力満勤シーズン3は5月からとなります。ただその分、めちゃくちゃ全力満勤パワーアップさせるつもりなんで、えー、まあ、僕はね、そのシーズン3を機に今後このチャンネルに出ることは、 ほぼほぼなくなってしまうんですが、ただもっと面白くなっていくと思います、今後。ちょっと、5月からのシーズン3を心待ちにしていただければなと思います。で4月に関しては、今、あげれる動画、おそらく、あと2、3本しか上がらないと思います。ちょっと我慢してください。なんで、若干の活動休止みたいな感じになると思います。まあ、10日か。 2週間かとか、そのぐらいになると思うんですけど、この機会に、え、ちょっと通知オンしてなかった方とか、チャンネル登録してなかった方はぜひお願いしたいなと思います。で、一応今回、えー、全力満期の新メンバーオーディション、行きたかったっていう人、まだいるかもしれません。その場合はですね、ちょっと個別に対応するんで、僕の Twitter アカウントにですね、DM をください。 今後ね、準レギュラーとして全力満勤に出ていただく可能性とかもあるので、もしちょっとなんか全力満勤諦めきれへんわっていう方いたら、個別で連絡いただけると非常に助かります。えー、本当にちょっと長いこと連絡できてなかった応募者の方々、えー、本当に申し訳ありませんでした。 で、裏高さんに関しては、応募いただいた方に、カツモンの方から連絡があると思いますので、そちらに関しては引き続き、えー、よろしくお願いいたします。そして、もう一つ、僕たちがやっていた、風の情報系サイト、俺の風俗ですが、全力満金シーズン2をもって、やめたいと思います。これもですね、いろいろあったんですが、正直、人員であったり、コストであったり、最低やってたんですけども、 やっぱり片手までできるようなビジネスではないなっていうのが痛感したところですね。そんな簡単じゃなかったということです。こちらに関してもですね、えー、僕の方から決裁者さん、店長さんとかにですね、えー、お話をさせていただいて掲載させていただいてたんですけども、途中で諦めるような形になってしまい、本当に申し訳ありませんでした。もうこれに関しては僕が完全に甘かったと言わざるを得ないです。 まあそういう僕自身の問題もありね、ちょっと俺の風俗なかなかうまくいかないところがあったので、一旦ちょっと、もうやめるっていう決断をしようと思って、こういう結果になりました。で、これに関しては、正直、運営したいっていう人がいたら、お譲りしようかなとは思ってます。で、まあ、サイト開発にもかなりお金かかってますし、え、まあ、ライターさんに頼んで書いていただいたコンテンツなんかもいっぱいありますんで、もし、俺の風俗、 ちょっと引き継ぎたいという方がいらっしゃったら非常に幸いです。まあ、ちょっと色々話しましたけども、まとめると全力満喫新メンバーオーディションは一旦中止とさせていただいて、代わりに僕がずっと口説いていた人物が新メンバーとして5月から入ってきます。そして、えー、僕たちがやっていた情報サイト俺の風俗は一旦中止するということで、オーナーさん、えー、にはですね、えー、また連絡させていただきたいなと思います。まぁ、あ、ちょっとこんなね、新規臭い動画にはなってしまったんですけど、 本当に全力満勤シーズン3はマジでめちゃくちゃ面白くなると思うんでちょっと本当に期待しててください。ではこれからも全力満勤をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。